変わらり柴田勝家です。我々が出てきたということは、いよいよ戦国バサラということかな。シェア、戦国バサラかは微妙だけど、戦国時代だね。あ、戦国時代といえば、あの、つわものが各地で台頭した、やっぱさっきの痛かったよ。群雄割拠の時代。男臭い感じしますね。もう男たちが汗だくで合戦して、臭い感じで。いや、まあ、剣道部の物質みたいなね。兜とか鎧とか相当汗臭いですよ。もう、こもるから臭さが。あ、戦国時代といえばやはり、1467年、応仁の乱からですよね。人の世、虚しい応仁の乱。京都が虚しく焼け野原になっちましたよね。やっぱ焼け野原って相当臭いよね。もう、京都なんか相当焦げ臭かった。あ、鬼の乱は、あの、セックスレスが原因の乱ですからね。セックスレスの乱が。まあ、お互い臭いのが嫌だったのかもね。匂いの好き嫌いってあるでしょ。室町八代将軍、足利義政は熟女好きだったもんだから、妻の日野富子とはセックスレスで後継ぎができなかった。それで出家してた足利義美を養子にして将軍にしたんですよ。そう、ところが、養子を将軍にしちゃった後、セックスレス夫婦に本当の子供ができちゃった。そうそうそう、日野富子的には自分の実の子義久ちゃんを世継ぎにしたいと言い出して、そこで争いが起こっちゃった。さっさと子供作ってればな。あれで室町幕府相当弱っちゃいましたからね。それで血生臭い戦国の世になるというわけですよ。そう、やっぱ血って臭いのね。もう刀とか血の匂いで相当臭い。さっきから臭いこと言うの執着すごいね君は。男の時代って言いますけど、裏で女が支えて初めて成り立ってた。そこを忘れてもらっちゃ困りますよ。ああ、びっくりした。おい、そこにいたの。まばゆすぎて存在を忘れておりました。わらわを紹介させてもらっていいかな。どうぞどうぞ。いや、やっぱ君のことは私と、やっぱり私が紹介しましょう。皆の者静まれ、図が高い。戦国随一の美女と呼ばれていたのが、大一の一は一番綺麗です。一図が高い。ハードル上げないでよ、一番美女なんて。見て、感覚は時代によって変わるんだ。図が高い。どいつに向かって言うの。図が高い。どうが長い。私だからどうしろって言うのよ。そして何を隠そう、この美女を妻としてめとったのが私だ。はぁ、私だろ。一緒に喋るな。お一は私の女だ。ちょっと、なんでいたしろ。こっちが浅井のものなんだ。浅井じゃないわ。浅井じゃなくて、あ、ザ、イって呼ぶんだわ。どうでもいいわ。じゃあ戦国時代で浅井ジュースが流行ったら、浅井ジュースじゃなくてアザイジュースになるわけ。それこそどうでもいいわ。やくそ、お兄さん呼んでるぞ。うわ、私はどちらにもめとられました。最初が長政様で、その後に勝家、そういうことでしょ。すごい様、仕切り上手。私の仕切りなんて兄上様の足元のささくれにも及びませんよ。皆さんご存知ですか、このお市のお兄様のこと。他の有名な武将にして我が主、家康と秀吉と並んで人柄を表すホトトギスの句でも有名ですよね。泣かぬなら。そう、泣かぬなら食べちゃうぞ。そんな句だっけ。まあ、そんなニュアンスだよ。織田信長という人物は我が主のイメージ悪く言わないでもらえるかな。我が主だって、お前昔信長より弟の信行の方についてたろ。なおけ、ずいぶん昔の話掘り下げてくるね。確かに、あの頃勝家が信長にではなく信行についていったのは謎だった。まあまあまあ、だってあなたは秀吉より先に刀狩りをやったりするほど頭が良かったでしょ。そんな頭だよな。それなのになんで信行兄につくことを選んだのかな。いや別に、私は信行様につくようになったのは、お市様と結婚してもいいと言われたからじゃないですよ。え、あ、あ、違う違う。では嘘つけないタイプだ。結局信長兄が信行兄を殺しちゃったから、私もその後信長兄の元に行きましたからね。あ、それから私が信長様の元に行ったのも、お市様が信長様の元に行ったからじゃないですよ。え、じゃあ違う違うじゃん。嘘が下手すぎる。ああ、さっき信長兄が実の弟信行兄を殺したって私さらっと言っちゃいましたけど、こういうの戦国の絵じゃ当たり前だったんですよ。まあ、今は平和な時代って聞きますからね、あんまりピンとこないかもしれませんが、のし上がるためにはどんな手でも使う、それが戦乱の世。そしてのし上がるために使った上等手段が我々女ですよ。まあ、確かに歴史を紐解いても女を使った輩はいっぱいいましたからね。飛鳥時代の蘇我氏だって自分の娘を天皇の妃にしたりね。なら平安と続く藤原氏だって自分の娘を天皇に嫁がせたりね。そう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 、そう、いつの世も女なんて、男を支えるただの道具。まあ、そこまでは言い過ぎでしょうけど。女なんてただの大人のおもちゃ。君は変わってきちゃいますよ。男なんてただの大人のおもちゃの奴隷。君まで便乗せんでいいから。私だってそもそも信長兄が政略結婚として浅井家に嫁げって言ったのが発端でしょ。私はお市を道具だなんて思ったことはなかったからね。どうも、戦国一の美貌をフル活用したお市です、ペコリ。結局自分でやっちゃってるし。私が長政さんの元へ嫁いだのが21歳。そう、21歳晩婚だったね。
あ、皆さん、私の時代だと21歳で嫁ぐのって相当遅いんですよ、うん、7、8歳で嫁ぐ子もいたんですから。私はその政略結婚に内心大反対だったんですけどね。信長様意地悪で私がお石様好きなのを知ってたはずなんですけど。あ、信長兄は、うん、勝家より長政様のもとへ私をやった方が有益だと考えたんでしょうね、うん、尾張の国にとって。その慰めが余計に泣けてくる。終わりの国の終わりだ。まあ私もお市をもらった時は正直内心ビケビケでしたけどね。古い付き合いの朝倉家からではなく織田家から嫁をもらい受けたわけですから。私の方がビビってましたよ。え、誰の頼りもない国に単身で嫁ぐ気持ち分かります？海外の危険地帯に全裸でヒッチハイクしに行くようなもんですよね。浅井家に嫁いでからもう私ずっと緊張でしたよ。ずっと緊張に緊張を重ねながら娘を3人こしらえました。ちゃっかりやることやってるな。くそー。そしてまた生まれてきた娘がこれまた3人とも可愛くて可愛くてもう食べちゃいたいぐらい。じゃあ食べちゃうかな。食べなくていいんだよお前は。嘘嘘嘘。まあとにかく娘は可愛い、そしておいちも可愛い。我々戦国一のおしどり夫婦としても有名だったんですよね。えおい、もうあなたったら。何の知識これこれ。私はあなたたちがそんなことしてる間一人で泣きながら髪の毛ぶしって食べてましたからね。まあ恨むならの嫁がせた信長を恨もう。やめろよ、すげえ取ったぞ。逃げて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 。これであなたも柴田です。ちょっと逃げてもう全部どうぞ。あ、持ってけろもう。明日もあるからまだ。お前忘れてた。ただ、はい、戦国のようですから、うん、何が起こるか分からない。そう、浅井家別として織田家に戻ってくるかもしれない、うん、そんな他国の不幸を願っておりましたら実際本当に起きました。起きたっていうか信長が起こしたんだろう、朝倉家に戦を。あの時長政が裏切ったと信長様お怒りでしたと。まあ裏切ったっていうか私も正直どうしたらいいのか分かんなかったんですよ。朝倉家とは古い付き合いだし織田家とはもう家族だし。けど結局朝倉側についたでしょ。なあ、あれで信長怒って私のところに攻め込んできちゃいましたからね、うん、やっぱり信長兄は鬼畜よね。私が嫁いだ国に攻めてくるなんて、一つ間違えば私そのまま人質にされるっていうのに。でも信長様が勝利しましたし、うん、お市様も連れ戻すことが できましたか。娘3人も引き連れてね。3人娘かわいかった。もう本当に食べちゃいたいくらいだった。本当に私に似てかわいい。食べちゃったんだよ。食べるなよ。いや嘘だった、嘘も嘘よ。私はお市様が戻ってきてくれた。それだけでもう十分嬉しかった。あとは当主の信長様を助けて天下統一を目指す、それだけでしたよ。ところが信長兄もその後死んじゃったけどね。何してくれたんだ、本能寺で明智光秀。ああお前、信長が死んでくれたおかげでおいしとちぎりを交わせたに起きろ。おいしとちぎりを交わせたんじゃないのか。まあそれもあるよね。信長に亡き後後継者を誰にする的な会議あったし、まあ、その会議で私は信長様の三男の信孝様を推薦しましたけど、うん、猿の秀吉と揉めに揉めてね。秀吉とは昔からあまり仲良くなかったもんね。そんな時、うん、振って湧いて出ました、うん、お市様を、うん、私のご正室にしたらどうか案。顔が気持ち悪いね。いえ、私はお市様と結婚できるなんて考えたらもう浮き足立っちゃって、だって信行様に仕えた30年前からずっとお市様を慕ってたんですよ。私の永遠のアイドルですよ。そんなアイドルと結婚できるなんて言ったらもう相当浮かれちゃいますよ。確かに浮かれるよね。それはもう天空の城柴田ですよ。相当浮かれちゃいますよ。まあ浮かれすぎて殺されちゃったんだけどね。そこそこで、うわあ、猿の秀吉に静岡だけの戦で敗れちゃって、うわあ、なんなんだ、せっかく結婚したのに。大丈夫、シクシャーとはならないほど嬉しかったけどね。もう浮き沈みの落差がすごいな。ショックすぎて頭おかしくなっちゃったかな。いや、そうじゃなくて、おじさま、なんだ、お、あの時言ってくれたじゃないですか。お、もうって不言ってない。いやうわいや一緒に、一緒に道連れになりますって言ってくれたじゃないですか。そうかそうだ、めんごめんご。めんごめんご。修羅の道に未練なんてなかったんです。愛してくれる方と共にホトトギスの句を読みたかったんです。時世の句ね、
仏様はあの世へ導いてくれる鳥って言われてたからね。私さっきも言いました、うん、歴史を紐解けば女なんて所詮道具、うん、ただ女は道具じゃないってことを示してくれた人がいました。なんともったいないお言葉。それが、うん、浅井長政様です。だけど長政様に抱かれることはもうない。だとしたら生涯でもう一人私を愛してくれた人と共に人生のピリオドを打とう、そう思ったんです。今度こそそれは私という認識でよろしかったですね、長政様。うん、勝家、こんなピュアな私の最後のお願い聞いてくれる？何なりと。もし生まれ変わったら二人のお嫁さんにして。それならどんな手を使ってものし上がる、それが戦国の世。